折り返した E クラスターンは16年以来8年ぶり、阪神、オリックス、日本ハムで活躍した糸井義義、デイリースポーツ評論家は、どこの球団もそうですが、タイガースは特に打線の調子が上がらなかった。ピッチャーの踏ん張りでこの位置にいる、と分析する。前半戦最終戦の21日、広島戦こそ対勝したが、 チーム打率、225はリーグ6位、262得点は同4位。同2位のチーム防御率に、25を誇る投手陣弟子のいできた。セリーグは1位、巨人から4位、阪神まで35ゲームにひしめく大混戦。阪神にとって最大のライバルとなりそうなチームについて伊藤氏は、先発ピッチャーに左右の柱がいるのは大きいし、 守備もいい、と2位につける広島を挙げた。広島はリーグトップ9勝を挙げるとこだ。同トップの防御率0、82を誇る大瀬良の両輪に加えて森下、クのりら実績のある投手がローテに名を連ねる。レンカードで阪神打線はとこだ。大瀬良に大苦戦。後半戦も虎の前に立ちはだかるに違いない。と意は、ベイスターズは打線がいい。 と3位、DNA も虎の難敵に挙げる。秋キ選手、宮崎選手、オースティン選手、佐野選手。すごく破壊力がある、と糸図しバキは阪神戦打率、365、宮崎も同打率、297、オースティンは3本塁打を放っている。8月は横浜スタジアムで6試合あり、阪神投手陣の脅威となりそうだ。 主位、巨人については、底力があるチーム、とした上で、ストッパーがしっかりしてきた、と体制の名前を挙げた。赤き守護神は右肩違和感から6月30日に再昇格。チームが7月21勝4敗と快進撃を見せる中、大勢も7試合に投げ、1勝5セーブ、防御率1、29と大車輪の活躍で貢献した。 ケラー、バルドナードら中継陣も奮闘しており、糸石はバランスが良くなっている、と春先からの変化を挙げた。上位3チームを警戒しつつも、糸石は阪神の総合力に太鼓判を押し、後半戦の巻き返しは可能だと力説する。このまま1年間打線が悪いはずがない。これからみんな上がってくる。 昨年の日本一覇者という意地もあるでしょう。岡田監督を驚かせてほしいですね、とナインの意地にも期待を寄せる。救援ブレークを挟み、阪神は26日から本拠地、甲子園に5位、中日を迎え撃つ。